元気出してね、お父さん。名前は？片島三郎。年27歳。現住所は？江東区深川8丁目8番田中荘。どうしていきなり犯人扱いするんですか？職業は？頭いきますよ。むっとしますよ。職業？だったら何もしてないですもん。職業？板前です。勤め先は？森下の料亭川波。川波？ええ、川波って言うや、お前一流じゃないか。そんな一流店の板前があんな時間にあんなところで一体何をして。だから言ってるじゃないですか。何度もあそこ行って行って急ぐんじゃないんだから。それで今は空き地だけど、1年半前までは俺の勤めてた脇高見っていう料亭のあったところで、高速道路で今はすっかりなくなっちゃったけど、それでもあそこに座ってると昔の板場や商売や鶴の前花屋や。ああ、ご苦労さん、ご苦労さん。木場の兵士者だって。はっ、ただいま調べているところで。そりゃまっすよ。はい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 、話はちゃんと聞くから。ああ、ごめん。前略おふくろ様、俺は今兵士者にされかけているので。後楽園の巨人戦へペアでご招待。ミミちゃんマーク20枚一口にして送ってね。外れた方はマルシン戸塚フィールドアスレチックへご招待。どうせ塗るならどうせ塗るならでっかいこと塗ろう。アトムハウスペイント黒と艶が自慢の本格的赤味噌。味噌通が選ぶ丸大味噌蔵出し金印、通称蔵金。女の顔は一つじゃないよ。組み合わせのマジック、資生堂です。それでどうしたんだよ。どうもこうもないっすよ。で、本性連れて行かれたのか。出てるんだよな、あの辺り。春頃からずっとアパートの欲しいものは盗まれる、部屋で寝てると覗かれる。それでお前、お巡りに抵抗したって具体的にどういう抵抗したんだ
抵抗なんてしてないっすよ俺。抵抗したからこじれたんじゃないか、バカ。この隠すな。だって理由もろくに聞かないのに、いきなり醤油こうやって腕つかむんすよ。うん、バランス崩れて倒れそうになったから、体支えるために捕まったんですよ。何だから、そういう時抵抗。何に捕まったか、そういう時俺考える暇なかったんです。でもその男のまずいところに捕まったらしいんです。意識的になんかなかったんですよ俺本当に。そしたらお前急に怒り出して、公務執行妨害だって。それはお前、それも変質者と思われた原因だぞ。でも意識的になんかじゃなかったんですよ本当に。電車に乗って急に揺れたら反射的に釣り革捕まるじゃないですか。かみちゃん。はい。おかみさん呼んでる。はい、お願いします。うん、話ついたんすか。頑張っておいでよ変質者。全力おふくろ様。しっかり変質者。全力おふくろ様。サブです。どうぞ。入ります。だからまああれですわ、おかみさん。まあ、昨夜のことはとにかく彼の方もちょっとまあ勇み足もあったようだし、確かにまあ言われれば昔勤めた店の跡を見たくなるって気持ちもわかるし。お茶どうぞ。いや、これどうも。あ、いただこう。ここのお茶おいしいんだ。なんですよこの昔いたうちが取り壊されるっていうのは、私も経験ありますがね、やっぱりなんてたって悲しいことで。片島君はそちらに何年？5年いました。5年か。いや5年っていや大した長さですな。あのね、はい、課長さんのお話はよく分かりましたけど、とにかく昨夜のお話は一方的にそちらが良くないと思うんですね。いやまあですから彼も職務で。あのね、はい、例えばね、はい、例えばほらロッキードでいろんな方が田中さんや大久保さんが捕まりますでしょう。はい、捕まるとその日から3が突然取れるわけね。はい、新聞やテレビの報道も田中や大久保に急になりますでしょう。あれ、あの私なんとなく個人的に嫌なわけね。はあ、あなたなんとなく嫌じゃありません。はあ、まあしかし罪を犯しますと。でも嫌じゃない。はあ、嫌でしょ。うん、そちらの方さっきから伺ってると片島ってさんつけないのよね。あ、いやそれはですね、何かどうかまだ分かんないのに伺ってるとさん抜きなのね。お前、私それちょっとこだわるのね。そのことを謝っていただきたいのね。いや自分は謝らんす。いや君は待て。自分はあくまで不審なもの。ちょっと待て課長さん。いやちょっと自分は謝る気持ちもないし、はっきり言ってこの男はまだ本当に変質者かどうか。待てって言うんだから。変質者かどうだかまだ分かんないでしょう。私だって自分とこの従業員を絶対呼び捨てなんかしないわけ。いやとにかくちょっと待て。自分はあくまでうちにも警察の偉い方見えますし、それに財界や政界の方だって。おかみさん、自分は正しいとあくまでし。お前は黙っとれ。なぜ誰ですか。俺は課長だ。分かっております。しかしやない。しかし我々警察官は。全略おふくろ様、分けた髪が潰れて1年半、俺は今でも深川にいます。ここは川並という料亭です。秀治先輩が誘ってくれて、正吉さんと俺とかすみちゃんが今この店で働いています。はい、ありがとう。ここのおかみさんは竹内かやさんといい、元は深川の勝地という名前でちょっと鳴らしていた芸者さんだったそうです。時々興味たくカッとしますが、いつもは気のいいうっかりした人で、古くからいる中井のお咲さんや
房子さんに完全に頭を押さえられています。いや、おかみさんだけじゃありません。コンパクト。はい。ここの仲居たちはすごいのです。特に上3人が恐ろしくて、何しろ前いた板前は次々に怯えて逃げたという噂で。しのぶちゃん、おびだめ、もう一度やり直す。ほら、誰のシャツこれは。いつもいつも。神様とお嬢さん上がったよ。はい、神様とお嬢さん上がり。よっ。この家にはもう一人お嬢さんがいます。冬子さんといって本当は高校3年なのですが、登校拒否症という一種の病気で学校へはほとんど行っていません。ちょっと不思議な娘さんだけど、俺はなぜだか気に入られており。お兄ちゃん。はい。どうぞ。はい。勉強ですか。ご飯ここ置きますから、冷めないし食べてください。お兄ちゃん、私絶対いると思う。いないっすよ。この間も言ったじゃないですか。いる。いないっすよ。それは前には確かにかすみちゃんと、その何の話してるの。あ、あ、いや、恋人の話じゃないんですか。ヒューマノイドの話。なんすか、そのヒューマノ宇宙人、 UFO に乗って遠くから来る人。それじゃあ俺忙しくなりますから。ちょっとだけでしょ。いや、でもしかしアメリカなんかではどんどん出てるのよね、空飛ぶ円盤に乗ってきて。やっぱり俺行かないとする。お兄ちゃん。はい。日曜日お祭り連れてってくれるんでしょ。はい。お兄ちゃん。はい。おいしいこの煮物。はい。今のところえらく忙しいけど、しかしやっぱり俺にとってはこの時間は何よりも生きている気がして。寄ってくの？私、寄るの？いいよ、私行ってくの？だからさ、明日から行ってくる。あ、分かった。
きな。そうなんだ。紐とお願いね。はい。指差し確認ね。はい。中江の房子さんの亡くなったご主人は元国鉄に勤めていたので何でも指差し確認です。ガス消した、オーブン消した、火種落とした、戻せ。あ、まだだ。何ですか？何かあったんですか？あい、分かんないって気がすんな。どこへ隠した、どうして隠す。いや、なんか分かんない質問。海ちゃんよ。海ちゃん、どこやろ。海ちゃん、お兄ちゃんが何人もいるから。だって、お母さんのうちゃん山形でずっとお母さん死んでから変わって俺一年も会ってないですもん。大夫ちゃん、うぎちゃん、真面目に兄ちゃん東京に出てきてるんですか？らしいの。会ったんですか？俺は会ってないけど、ヒロシが見たんだって。二三日前、新宿のグリーンベルトで座ってたの確かに海ちゃんだって。全力おふくろ様。お兄ちゃん、本当に知らなかったの？全力おふくろ様、ごめんなさい。再び恐怖の海ちゃんです。本当かどうかわかんないけど、なんとなく不吉な予感がします。しばらく静かにしていたみたいだけど、そういえばあの恐怖の海ちゃんがいつまでも黙って山形にいるなんて、その方がかえって不思議なぐらいで。素晴らしい洗浄力で隠れた汚れまで落として真っ白。白さと香りのニュービーズ。油で揚げてない麺パッチ、しなやかしなやか麺パッチ、味もしゃっきり日清のラーメン麺パッチ。涙、涙の麺パッチ。君んちケチャップ、僕んちドミグラ。美味しそうだな。素晴らしいでしょう、この手作り料理。エバラハンバーグのタレ。とっかえてよ。嫌だよ。パラリパラリと決めんに花がつお。いい歌だね。そう、成長かつお節、花がつお山盛り。ナンプライきしめ。
ニュース、大ニュース。板前の見習い明日から来るぞ。どうぞ。さっきおかみさんとヒデさんに言われた。やっとお前これで少し楽になる。どんな奴が来るか知らんけどよ。今度は俺はちょっと徹底してしごくぞ。ただしの時はちょっと甘やかしすぎたからな。なんか飲むか。ああ、それじゃあジュース。おっ。最初がやっぱり大事だと思うんだな。これ。ただしの時は優しくしすぎた。優しくしすぎたからあの野郎だんだん態度でかくなった。なんだこの蓋がね。だから今度は最初に一発ガーンとかましてよ。最初に一発こうガーンと。お。そこ。どうぞ、ここ空いてます。どうぞどうぞ。あ、それ違います。いやそれこちらなんです。俺たちも最初の頃よく分かんなくて。いや説明の書き方はよくないですよね。ですからそれこう開けまして入れましてね、入れますでしょ100円で洗剤を。お持ちでない。僕のやつどうぞ。洗剤ね、そこの自動販売機で売ってますから。待ってください。遠慮なく使ってください。そうね。そうだ、こっちの方が早いから。そしたら、これこれすみません、失礼します。これですね、こう開けるでしょ。で、これこう入れるわけですよね。僕やりますから。そう、見てください。慣れてるから、これ。で、そう、洗剤こういうのですとね、だいたい手に2杯ぐらい。そうそう、いっぱい2杯出て、これこう蓋閉めて。100円。あるよあるよ。こっちやった。これ使って、簡単。戦略おふくろ様、悪い癖です。俺たちは強そうな男を見るとすぐに卑屈になる癖があり、そういうのはやめようと思ってるんだけど、その場になると顔や体が本能的に愛想良くなるので、反省する時にはもう遅く。サブちゃん、俺ゆんべ見ちゃった交番の。元気にしてた？はい、なんとなく。どうだい今度の新しい店。忙しいけど頑張ってます。あんつばさんどうですか？あっちの子供慣れましたか？酒ちょうだい。はい、よかい。何も聞いてない。はい、別に。へい、どうぞ。
サブ。はい。覚えてる？なんすか？俺のあのブスとの結婚式の日。何かこれあん時ひらめて、これは取り返しのつかないことになるんじゃないかって式場の窓から逃げようとしたでしょ。あ、はい。忘れもしないあん時お前は俺を捕まえて引き止めたよな。あ、いや、あれだけは忘れないからな。一生俺は覚えてるから。お前が引き止めた。俺は忘れないからな。ああ、もう行かなくちゃいけません。サブ。はい。いいか、忘れるな。責任持てよ。あ、いやあ、やんこ。いいか、お前は責任があるんだからな。はい。許さんぞ俺は。お前と年寄りと、それからあそこにいた無責任な連中。とにかくこの際大事なことは結婚をすることじゃない、結婚式をやることじゃ。お客さんもみんな来ちまってるんだから。嫌なやつになった。今日から板場に入る山口おさんだ。あ、え、とりあえず見習いやってもらうから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいよ。実はサブちゃん、今日来た人のことなんだけどね。はい。例えばね、例えばほら、あの雨の日なんかにどこかのお料理屋さんに行くわけね。帰りに傘を取ろうとしたら、私の傘誰かが間違えて持ってっちゃって、別の傘が一本残ってるわけで、ね、しかもその傘が私のよりちょっと上等なわけね。はい。そういう場合仕方がないからその傘いただいて帰るでしょ。さあ持たないで帰る。さあ普通は持って帰るわよね。おかみさん、私から話します。はい。サブ。はい。実はおかみさんは人にお前の下に来る人間を前から頼んであったわけだ。もともとそういう約束だったしな。ところがちょっとした手違いでな、ちょっと良すぎるのが来ちゃったんだ。あのさっきの傘の例えだけど、あれあんまりいい例えじゃなかったと思うのね。それよりね、例えばデパートでお金払ってあんまり良くない反物を買うのね。ところがうちへ届いた方は。おかみさん、ごめんなさい。そういうことなんだ。サブちゃん、ごめんね。あいつ
多蔵家で向こう板10年やってたちょっとかなりのやつなんだ。だからとりあえずは下働きに入ってもらうけど、いつまでもというわけにはいかねえんだ。全略おふくろ様、まあ、いずれそりゃないっすよ。だってここに来た最初の頃から話はどんどん変わってきたわけで、最初は正吉さんが来るなんて話がなくて、俺は向こう板のはずだったんだ。それが正吉さんも来ちゃったことで味方焼き方に逆戻りし、それがまた今度おさむさんの出現で俺は一段格下げになり、それはないっすよ。かなわんっすよ俺。すみません。実は日曜日で、俺は前からの約束で有効お嬢さんのお供をして深川天神の祭りに行きました。しかしちっとも面白くなく、お兄ちゃん何を考えてるの？は、別に何も考えちゃいませんよ。何ですか？私お兄ちゃんの考えてること分かる。なんすか？かすみさんのこと考えてるんでしょ？冗談じゃないっすよ。その勘の良さにゾッとした。俺は本当は考えていたんで。体の関係まで言ってたの？ごめんなさい。なんてこと言うんですか。俺たちはそんな怒りますよ。だけど本当にどうしてこんなに一年半で変わっちまったのか。戦略おふくろ様、変わりました。一年半前の俺とかすみちゃん、嘘のようです。
が潰れ店が変わり、かすみちゃんは今も一緒の職場にいる。なのに俺たちは燃えなくなりました。連絡おふくろ様、燃えなくなりました。別に喧嘩したわけじゃありません。仲違いしたんでもありません。でも二人ともなんとなく燃えなくなって、なんすか、なんか言いましたか。聞いてなかったの。ごめんなさい。なんすか。変質者ってどういう人のこと。お兄ちゃんは変質者じゃないでしょ。家族の健康管理っていうのは本当に大変ですね。奥様、シーチキンカツオってご存知ですか。私どもではよくお料理に使っているんですけど、いろんなものができるんですね。カツオっていうのは日本人に合うんでしょうか。好んでいただいてます。あなた、いいわよ。幸せいっぱいシーチキンカツオ。赤ちゃん、お元気ですか。もし風邪をひいたり、痰が強くて夜泣きをしたり、お腹を壊したりした時には渦救命丸を飲ませてあげてください。渦救命丸は穏やかな作用の銀色の小粒のお薬です。元気だった？ええ。いつ出てきたんですか？ちょっと前、2、3日、4、5日かな。さっきの人誰？お嬢さんですよ、新しい店の。ああ。あれからずっと山形にいたんですか？うん。どうしてるかなと思ってたんですよ。健全にやってた。
そうっすか。好きな人なんかちょっとできたりして。結局ダメになっちゃったけどね。お姉ちゃん会ったわよ。お寺の人よ。お母ちゃんのお葬式でお経を読んでた。一番左の人3人いたうちの。若いんだよね、まだ24。純粋な人だった。もう済んだけど。おじさん元気ですか。一時だいぶ参ってるみたいだって。蔵王のおふくろから手紙が来たけど。女の人できたんだよね。もともと海が勧めたんだけどさ。天童にですか。東京によ。東京に。柏木に住んでる人らしい。私会ったわけじゃないけどさ。みんなこっちの人元気にしてる。元気ですよ。かすみちゃんも元気。元気です。うまくいってる。もう済んだっすよ。そうだけど今もまた一緒のお店でしょ。二人とも変わっちゃったね。そりゃそうだよね。お互い少し年取ったんだもんね。お兄ちゃん、私さ、今夜行くとこないんだけどさ、この部屋泊めてくんないかな。それはまずいっすよ。どうして。どうしてって、若い男と女なんですから。第一そんなとこ人に見られたら、敏夫さん何知られたら。敏夫さん、今でも海ちゃんのことを。昨日博さんが海ちゃんの姿見かけたって、俺が隠してるんじゃないかってすごい怒って。分かった、もういい。よそ行くからもう気にしないで。よそ行くって他に泊まるとこあるんですか。ないけどいいから。あ、だったらここ使ってください。俺行きますか。いいな、本当にもう気にしないで。あ、いや俺。本当にいいんだって。海さ。お母ちゃん死んでからずっと一生懸命やったんだよね。お父ちゃんのことさ、本当に海さ、自分で言うの変だけど、かわいそうでお父ちゃん見られなかったしさ。好きな女の人作ったらってお父ちゃんに言ったのも海だしさ。最初お父ちゃんすごく怒ってさ、何にも言わないで殴られたりしたけどさ、ある日東京の市長から帰ってきたら新しいワイシャツ着てるんだよね。それからふんどしがパンツになってさ、
DVD の若向きのやつなんだよね。合うでしょ、こんなビキニみたいの。海全部洗濯はあっちではするからさ。海さ、そのパンツハサミで全部切っちゃってさ、俺もっすよ。うみちゃんも、俺もこの。どう言っていいか分かりません。だけど、全力おふくろ様。俺も本当にこの頃毎日が、なんだか無性に寂しかったわけで。それは27歳の俺の青春が青春のくせに青春的でなく、喜びもしなくなり怒りもしなくなり、そうやってると世間が過ごしやすく、過ごしやすい方は楽な気がして。だけど本当は違うんで。とにかくそんなことで俺はなんとなくキスした手前、海ちゃんをこのまま一人で返すわけにはいかなくなり、敏夫さんの顔がチラチラしながら溜まっていくことを許可したわけで。